ドラッグイレブンは、鶴ハホールディングスの連結市会社で、九州旅客鉄道の持ち分法適用会社である、株式会社ドラッグイレブンが、九州、沖縄各県及び、山口県下関市と東京都において運営する、ドラッグストアチェーン店のブランドである。ドラッグストア及び、調剤薬局を展開する。一部店舗には、ヘアサロン、または、エステサロンを併設している。 1999年8月にジャスコを呼びツルハと、業務提携し、イオンウェルシアストアーズに参加したが、2003年に会計書類の不備が見つかり、イオンウェルシアストアーズより脱会。修正した会計書類によると、有利子負債の増加と、相まって多額の損失を計上し、債務超過に陥った。2003年9月に投資ファンドのユニゾンキャピタルが、当社に資本参加。 高付加価値商品戦略の実行、低コストオペレーションの導入、組織再編による事業効率の改善を行い、再建を果たす。2005年に持ち株会社制に移行。2006年4月より持ち株会社であるドラッグイレブンホールディングスがポラリスプリンシパルファイナンスの参加となるが、2007年4月27日に JR 九州が ポラリス保有の全株式を取得することを発表し、同年5月に JR 九州の参加に入った。また、2008年10月には、ここからファインホールディングス参加のセガミメディックスと業務提携した。これにより、ウィングループに属することとなる。IC カード、守護課は全店舗で利用可能。カルチュア・コンビニエンス・クラブが主催する。 t ポイントには2011年7月から加入している。2012年7月に社名を JR 九州ドラッグイレブン株式会社に変更。2020年4月30日、JR 九州が保有している JR 九州ドラッグイレブンの株式の過半数を2020年5月28日付で、ツルハホールディングスに優勝状とする契約を締結し、 ツルハ HD の連結子会社化することを発表した。これによりツルハグループ、ハッピコムメンバーに17年ぶりに復帰する一方で、JR 九州の連結対象からは、外れ、持分法適用関連会社となる。グループ入りに伴い、ツルハグループのプライベートブランドである、クラシリズムの取り扱いが開始された。2021年5月、社名を、 現在の株式会社ドラッグイレブンに変更。ドラッグイレブン今宿店。2014年時点は移転のため閉店。さらちになり、現在はワークマンプラスが営業中。出店店舗全店の一覧、詳細情報は公式サイト、店舗情報を参照。2020年2月現在客中。ありがとうございます。